ソードアート・オンラインは川原歴によるライトノベル。小説のイラストはアベックが担当している。公式略称は SAO。小説の他にも漫画化、アニメ化、ゲーム化、テレビドラマ化など様々な展開が行われている。作中に登場するゲーム、ソードアート・オンラインについては、本校、ベモープグを参照。本作は当初、 第9回電撃ゲーム小説対象応募用に執筆された作品であった。しかし、初行が応募規定枚数を大幅に超過し、改め作も不可能な状態だったため応募は見送られ、くのりふを名義で河原のウェブサイトにオンライン小説として掲載された。本編の連載は2002年11月から2008年7月まで続いた。そんな中、 連載の気分転換に河原が書いたアクセルワールドが第15回電撃小説大賞の大賞を受賞し、その際に本作を読んだ担当編集者の提案で電撃文庫から商業作品として刊行される運びとなった。なおウェブサイトの連載は商業化にあたりすべて取り下げられている。タイトルのソードアートオンラインは作中に登場するオンラインゲームの名称であり、 作品自体にもゲームと同じく SAO という略称が使われる。また作者によると制作には自身もプレイしたウルティマオンラインやラグナロクオンラインの影響があるという。アーネスト・クライントの対談では二人とも推しマモルのアバロンにインスピレーションを受けたと挙げている。特に河原は僕はアバロンに影響を受けてソードアートオンラインの銃で戦うチャプターを書いた。 と話している。原作小説の累計発行部数は二千十七年四月二十五日の第一巻増刷発行分で国内千三百万部を突破し、第一巻は電撃文庫で史上初の国内単巻発行百万部を達成している。国外では二千十八年十一月時点で世界十三カ国以上において翻訳版が展開され、二千二十年四月時点で 全世界累計発行部数は2600万部を突破している。2011年発行のこのライトノベルがすごい。2012では作品部門ランキングで1位を獲得。翌年のこのライトノベルがすごい。2013においても2位以下に大差をつけて1位の座を守り、このライトノベルがすごい。観光史上初の作品部門に連覇を達成した。このライトノベルがすごい。 2020で発表された2010年大総合ランキングでも1位となり電動入りすることとなった。第12回より今回未半期本ランキング2019ジャンル別文庫では第21巻がライトノベル作品で初めて同部門の1位を獲得した。さらにライトノベル部門では2015年から5年連続通算6度目の同部門1位を記録した。 生歴2022年、1000人のユーザーによるベータテストを経て、世界初のベモープグ、ソードアート、オンラインの正式サービスが開始され、約1万人のユーザーは完全なる仮想空間を謳歌していた。しかし、ゲームマスターにして開発者である、天才量子物理学者のかやばあきひこがプレイヤーたちの前に現れ、自発的ログアウトは不可能であること、舞台。 浮遊城アインクラッドの最上部第100層のボスを倒して、クリアすることだけが脱出する唯一の方法であること、そして死亡した場合には、現実世界のプレイヤー自身が、本当に死亡するということを宣言した。プレイヤーの一人である少年、キリトは、この絶望的な狂気のデスゲームで生き残るべく戦う、ことを決意し、始まりの街から旅立ってゆく。しかし、後に、 SAO 事件と称されるこのデスゲームは仮想世界をめぐる様々な事件の幕開けに過ぎなかった。本作はアクセルワールドと以下の共通点があるがその関連は明らかになっていない。完全ライブを可能とする VR 技術を搭載したマシン。ユーザーの脳に直接接続して仮想の互換情報を与え仮想空間を生成する。作中に登場した主なハードは 以下の通り、バーチャルリアリティマシブリー、マルチプレイヤーオンラインロール、プレイングゲームの略。フルダイブマシンによる仮想空間を舞台とした新世代の MMORPG。登場初期は人気を博したものの、SAO 事件及び a o 事件によって VRMMO に対する世論は極めてネガティブな方向に向かい、一時期はその将来を危ぶまれた。しかし、 ザシードの普及によってその状況は覆され、VRMMO をはじめとする仮想世界は発展と拡張を続けている。作中に登場した主なゲームタイトルは以下の通り。ソードアート、オンラインソードアートオンライン、略称は SAO。完全なる仮想世界を構築するナーブギアの性能を生かした世界初のベモープグ。 自らの体を動かし戦うというナーブギアのシステムを最大限体感させるべく魔法の要素を完全に廃止、ソードスキルという必殺技とそれを扱うための無数のスキルや武器類が設定されている。また戦闘用以外のスキルも多数用意されている。SAO の実態はカヤバの真の異世界の創造という活動を具現化するための狂気のソフトウェアであり、 2022年11月6日の正式サービス開始と同時にログアウトできない生死をかけたデスゲームと化した。最終的に4000人近くの死者を出す第3次となったが2024年11月7日キリトの活躍によりゲームクリアを迎えた。アルブヘイムオンラインはアルフハイムオンライン。略称は ALO。アミュースフィアサイコの VRMMO。 SAO のサーバーが丸ごとコピー、流用されており、SAO 譲りの高スペックのグラフィックに加え、魔法や飛行システムの実装で爆発的人気を獲得した。プレイヤーは9つの妖精族からいずれかを選択し、好位種族への転生を目指して、種族間構想を繰り広げる。ALO の実態は研究員の凄う信幸による非人道的人体実験の隠れみであり、 この事実が2025年1月に、エール王事件として露見すると運営中止はもちろん、運営母体も大打撃をこむることとなった。しかしながら、事件によって、ゲームをやめたプレイヤーは少なく、ベンチャー企業のもとで運営が再開されて浮遊場、アインクラッドや、ソードスキルの実装などの大幅な仕様変更、アップデートが行われた。ガンゲールオンラインガンゲールオンライン、略称は、 GGO。ザシードによって誕生したベアマフップスの一つで、アメリカに拠点を置く企業、ザスカーが運営している。日本で稼働している VRMMO で唯一、リアルマネートレーディングが可能であることが大きな特徴である。最終戦争後の荒れ果てた遠い未来の地球が舞台であり、銃火器による銃撃戦がメインとなっている。ナイフや、 貢献などの近接戦闘用の武器も一応は存在している。スピンオフ作品、ソードアート、オンラインオルタナティブガンゲールオンラインの舞台である。アスカエンパイア SAO 事件発生後にサービスが開始された和風ウェモプグ。日本国内では ALO に次ぐ規模を持ち、また大きな不祥事がないことから信頼性が評価されている。短編、シスターズプレイヤー、スピンオフ作品。 クローバーズ・リグレットの舞台である。コンパクトなサイズのベモープグ作成、制御用のフリーソフト。かやば彦が切りとに託した世界の趣旨。誰でも VRMMO の運営が可能となる。このソフトの拡散によって仮想世界は爆発的な拡張を続け、様々な VR ワールドを生み出し続けている。その一方で、 ザシードの拡散は、テロリストや信仰宗教による VR 技術の利用を容易とし、反社会的組織の資金源、人材供給源になるウルフの側面も見せている。肉体を返さない売春や電脳麻薬といった新規軸の犯罪をも生み出し、現行の法整備では、警察の捜査すら難しい状況にある。オーディナルスケール、略称は OS。 オーグマー対応の AR ゲーム。プレイヤーは現実世界の各所に出現するアイテムを集め、モンスター戦や対人戦でランクの上昇を目指す。レベルやスキルではなく、プレイヤーランキングが高いほど戦闘能力が上昇するが、プレイヤーの現実の運動能力に応じてランキングの差を埋めることができる。表示されるのはランキングのみであり、 具体的な数値パラメータは表示されない。戦闘では、近接、遠隔、支援の3タイプの武器の中から一つを選び、生身の肉体を動かして視界に表示されるエネミーと戦う。高度なボトムアップ型の AI を作り出し、それを無人兵器に軍事転用することを最終目的とした自衛隊主導の極秘計画。表向きは、ベンチャー企業、ラースとして寄贈されている。 アンダーワールドアンダーワールド、略称は UW。ラースによって作られた人工フラクトライトたちによる仮想世界。制作にはザシードが使用されているため、カーディナルシステムやコンバートシステムなども実装されている。人海と暗黒界という二つの世界が存在する大陸を舞台とし、世界全図はラースのロゴマークと同じ形をしている。また、 常時時間加速がなされている。共通語としては日本語が使われている一方、魔法に類似した超常現象である新生術の講師などには新生語として英語が用いられる。2026年9月27日、突如としてザシード企画の各 VRMMO から無数のプレイヤーが強制コンバートさせられた謎のオープンワールドサバイバルゲーム。 極光の差し示す地へと至った最初のものに全てを与えるとのアナウンスとともに正式なゲームが開始された。そしてそれ以降にゲーム中で死亡したものは所持アイテムのドロップとともにユナイタルリングの世界から永久に追放され二度とログインすることはできなくなった。特記以外は全て角川より発行。期間一覧 BD、DVD の特典や劇場アニメの 来場者プレゼントとして、アニプレックスより発行されている。河原が、くのりふみを名義で運営する、同人サークル、ワードギアより、ソードアート、オンラインマテリアルエディションのタイトルで発行されている。一部は過失修正の上、原作小説や短編小説等に収録されている。期間一覧本作を原作とする、テレビアニメ及び劇場アニメが制作されている。 2016年8月2日、ハリウッドでのテレビドラマ化が決定したことが報じられた。制作は、スカイダンスメディア、脚本は、データカログリィスが担当する。すでにネットフリックスが配信権を取得している。また、主役は、アジア人俳優が務める予定。ソードアート、オンラインボイスは、ウェブ小説時代に制作された、作者公認のボイスドラマ。キャストは、 テレビアニメとは異なる。2018年11月時点の全世界における総売り上げは、コンシューマーゲームが累計430万本、モバイルゲームが2500万ダウンロードをそれぞれ突破している。バンダイナムコエンターテインメントより発売。アンドロイド iOS 用をネイティブアプリのみ記載している。バンダイナムコエンターテインメントより配信。電撃文庫を声優が朗読する。 企画、電撃文庫朗読してみた日本作が登場し、2021年4月7日より、約7分の松岡義継による朗読が配信された。ありがとうございます。